インフラ設備というのは橋であったり原子力関係の建屋であったり何十年も通常の性能であり状態を保たなければ大きな事故につながるということが予想されますので食防食技術室では錆びて腐ってとかいうのを分析をする。その中でいろんな種類の測定器を手作業で読み取ってそれを報告書にすると、なかなか自動化は難しい状況にありました。業務というものは日々変わっていくもので、それに対しての対応力というものが求められると思っています。神戸製鋼グループで品質ものづくりキャラバン隊と呼ばれるプロジェクトが発足しまして、ものづくりに対するあるいは品質に対する課題の解決を進めるという活動になっています。過去のデータを見つける場合は紙で閉じられたファイルを記入間違いとか読み違いとか大変でした。そういった課題の中で測定器の表示を iPhone のカメラで読み取って写真とともに数値データが保存されるアプリをファイルメーカーで管理する取り組みを開始しました。ファイルメーカーの特徴として実際に運用になる前に開発をしながらプロトタイプとして見ていただくようなことができるので、実際の画面を見ていただきながら、あ、じゃあここはもっとこうしてほしいであるとかっていうのを聞きながら進めていき、毎日進化し続けるようなそういった形で開発を進めてきました。コスト面としては導入していただいたデバイスが iPhone のみで実現できています。データベースとしてやっぱどんな形で記録をしてどんな形で取り出してそのどこからどこにこうジャンプしたいのかっていったところを実際に使ってみて我々の希望をお伝えすればその形を具現化していただけているところが良くなっていったっていう経緯になってます。今の iPhone であるとかペーパーを使わずにですね記録をしていくっていうところはデジタルで残ってますから、非常に短時間で必要なデータを取り出すことができる。こういったデータの蓄積というのは次世代の財産になると思っています。品質を今回の仕組みで担保することで安全なそして安心な社会を築けるというところも一助を果たしているというふうに考えています。